時間はクリック365為替情報のコーナーです。ゲストはマネックス証券チーフストラテジストの廣木隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、日経平均2万円乗った後当初、254円あたりまで高値取ったんでしょうか。その後あと今日ちょっと上値が重くなってきた感じですけど、まずこの水準感、古木さんどういうふうにご覧になっていらっしゃいますか。まあ、やっぱりあの2万円という大きな節目をですね、達成して、やっぱり達成感というのはありますよね。実はあの4月の10日、これチャート出てますけども、1回ワンタッチ取引時間中にしたんですけど、すぐですねやっぱり売りに押されて、終わり値では2万円をキープできなかったですね。今回ここへ来て、あの終わり値で2万円を達成と、15年ぶり、2000年の IT バブル以来ですけれども、終わり値で2万円を保って引けた、これでやっぱり達成感が出て、その週末ですからね、これある程度利益確定売りに押されるのは仕方ないところかと思います。確かに、安いんですけど、今日値上がり銘柄数値下がり見ると、確かに値下がりは多いんだけど、それほどアンバランスではない感じですから。そうですね、やっぱりね、今回の相場の特徴としてすごくその、ここ見ても分かる通り、適度な押し目をね、ちょこちょこ入れながら上がってきてるんですよね。だから、確かに見方を変えればね、少し押してもすぐまた上に行っちゃうんで、押し目待ちに押し目はなしという展開ではあるんですが、ただそれなりにも少し押しが入りながらやってると、ということで、あの4月10日に日経平均が先んじてですね、2万円を一時ワンタッチしたときは、この時あのファーストリテイリングとかね、ああいう値が下がる株が先導して、あの日経平均高値取りました。ただここで一休み入るわけだけども、今度はトピックス型の大型主力株が、あの主導して上げていった相場なんですよね。だから非常に循環物色がうまく効いていて、今日もこういう主力のところが休む傍ら、このところ全く出番がなかった新興市場とかですね、そういったところが少し買われているという、循環で上がってきている相場だということです。ということを考えれば、そうほどしこり感とかそういうのはなく、お金が回ってるという感じなんですよね。そんな感じだと思いますよ。なるほどね。ただその中でどうでしょうか。ちょっとこのヨーロッパ情勢がどうだということで、昨日あたりはまたちょっとブレたりしてるんですが、この何とも言えないヨーロッパの低金利も含めて、まずこのあたりの全体感、もしよろしければ廣木さんのお考え伺いたいですけど、今ね、日経平均がその15年ぶり高値をつけた、というような話をしました。だけどこれを主導したのはですね、例えばトヨタ自動車のような日本代表するような大型の企業ではないんですよね。というのは、この番組為替なので、ちょっと為替のことも触れると、為替の水準ってあんまり動いてないですよね。ドル円でも全然動いてないですよ。ほとんど120円119円もうこんなような、挟んで上下いくらかっていう世界ですよね。だからかつてはですね、円安と株高がリンクしました。でも今回は為替がベターっと動かない中で、日本株がこれだけ買われてきてる。でトヨタとかはもうまだ3月高値つけましたけど、今回の相場では高値取ってないんですよね。じゃあどこが主導したかっていうと、銀行株ですよ ね、 ね、メガバンクの上げ方とは半端ないぐらいに買われてるんですよ。でこれがですね、実はあのヨーロッパと実はすごく円が深いというかですね、背景があるんだろうと。さっき金利がね、ちょっとヨーロッパ の、あの金利が出てましたけど、ヨーロッパの短期金利って主要国ほとんどみんなマイナス、マイナスなんですね。あのドイツ、ベルギー、オランダ、みんなのマイナス金利です、でね、長期金利に至ってはですね、スイスなんてのは10年債でもマイナスなんですよ ね。ドイツもですね、もうあとちょっとでマイナスに沈むんじゃないか。9年債はマイナスになったんですよね、瞬間法則でね、ドイツも、これがですね、実はものすごく影響してるんだと僕は思うわけです、そうするとですね、強烈にこれだけ金利が低いと、当然ユーロ安が進みますよね。もう結構行き過ぎたユーロ安、今ちょっとね反発入ってますけど、トレンドとしてはずっとユーロ安ですよ。これやっぱり日本がずっと円高に苦しめられてきて、それがこの円高が是正されて円安になってから、さっき言ったように円安株高になったわけですね。そういう時に主導したのはやっぱりトヨタだとか、日立なんかの電気株とか、やっぱり輸出関連というものが変わる。そうですね、主力輸出株でしたね、それと同じことがね、今のやっぱりドイツ、ヨーロッパに起きてるんですよね。つまりこれだけ金利が低
通貨も安い、うん、でそうなってくるとですね、株の割安感という点ではドイツの方がこれいいじゃないという話になる、うん、実際実力でも昨日出たニュースではフォルクスワーゲンがトヨタの販売を抜いたってきましたよね、だからもともと車売れてる、うん、でブランド力もある中国なんかで浸透してる、うん、そこへユーロ安でしょ、うん、これはですねやっぱりドイツのメーカーにとってはですね、うん、本当にフォローの風がついて吹いてるんですよ。株価上昇に比べるとトヨタももちろん上がってるんですけど、うん、それ以上にフォルクスワーゲンとかドイツの株の方が上がってるわけですね。機械でもね、日立とか三菱重工なんかよりもシーメンスの方が買われてるわけですよ。自動車部品でもデンソーよりもですね、うん、ドイツのコンチネンタルっていうね、これはフランスですけどバーレっていう企業があります、うん、やっぱりヨーロッパの方がユーロ安を武器にですね、メーカーはその魅力が高いんですよ。確かにドイツって GDP に占める輸出比率ってあれ6割ぐらいあるんですよね。韓国と似たような構造で完全に輸出立国 で貿易黒字も最高です、ね、そうです。もう経常黒字ガンガン溜め込んでますよ ね、 すよね。で今までだったらね、うん、そういう経常黒字ガンガン溜め込む国ってかつての日本のようにバッシングされた、うん、そうなんですよね。なんでされないのと私は思ってるんですけど ね中国だってされましたもんね。そう、それも中国抜いて経常黒字溜め込んでるんですよ、うんうん、それが今回このユーロの味噌で、うん、ユーロだからなんですよ。これドイツマルクだったら強烈にドイツマルク買われてるはずなんですよ。そうですね、みんなお金そこ行きますよ。ところが全部ユーロだから、うん、中にはギリシャとかね、そういうのもいるわけですね。なのでユーロが、うん、ドイツがこんだけ儲かっちゃっても、うん、通貨が一向に高くならない、うん、ますます儲かる、この構図なんですね。言い換えればドイツの一人勝ちですよね、ある意味ではね、うん、ある意味ね、うん、ドイツは本当はもっとギリシャを、うん、感謝しなきゃいけないんですよ。いや私実は昨日のブログで書いたんですけどね、ギリシャに問題ある、間違いなく問題あるんだけれど、うんうん、ドイツを溜め込むばっかりじゃダメですよね。やっぱり使ってやらないとという感じしますよね、うん、そこ複雑な政治の事情があってですね、うん、俺たち一生懸命勤勉にやってんのに、向こうがねハリとキリギリスみたいに放漫財政やってって、それをなんで助けてやんなきゃいけないかっていう、そういうのもある。まあ、ただそんなこともあってですね、そのドイツのメーカーの方に部が強いわけですよ、そのグローバル製造業でいくと。ところが唯一の例外は金融業、特に銀行なんですね。銀行のビジネスモデルって簡単に言うと短期で調達して長期でもやる、こういうような話じゃないですか。そうするとね、ドイツも確かに短期金利はマイナスに下がってるから、長期金利がまあゼロカツカツでもですね、スプレッド長短の差という意味ではついてるんですよ。ただね、これはやっぱりトリックがあって、銀行っていうのはインターバンク、銀行間だけの取引やってるわけじゃないから、実際に預金者がいるわけですよ。その預金者に対してまではマイナスの利息なんかつけられないわけですよ。そうするとね、もう運用はもうゼロになっちゃってる、長期金利、でも片や調達するサイドはこれ預金金利をゼロ以下になんかできないので、もうですね、銀行が逆算になっちゃってるんですね。そういうことですよね。実際問題、ドイツ銀行の CFO、チーフフィナンシャルオフィサー、最高財務責任者もですね、こういう状況はもう本当に銀行が未然に起きってね、コスト負担してるような状態なんだと。だからこれがいつまで持つかわからないって発言までしてます。なので銀行業に関してはですね、よそはもうみんなもう銀行が儲からないわけです、こうなると。じゃあアメリカどうか。アメリカは確かに長短の金利差、まだそうは言ってもアメリカの長期金利 2% 弱あります、10年債で。ここはスプレッドがついてるんだけど、先々のことを考えるとアメリカは利上げに向かってるというわけです。そうすると短期金利が上がってくるわけですよ。じゃあ長期金利もそれにつられて上がるのかっていうと、前回の10年前の利上げの時、2004年の時、あの時は 1% から 5%、6% まで行きました。 5% ぐらい上がりましたよね。フェドファンドレートはどん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 上げましたよね。だけど長期金利は全然上がらなかったんですよ。それを見て当時のアラン・グリーンスパンがですね、コナンドラム謎だって言ったんですね。なんでこんなに金融を引き締めてるのに長期金利がですね全く上がらないんだろうと。やっぱりそういうような時があった。今回もこれだけのディスインフレと世界経済の成長の弱さ、それからやっぱりお金の金余りですね、持ってき場のなさ、これを考えるとやっぱりアメリカの債券の長期債、トレジャリーの10年債の利回りってそんな上がんない、上がんないと。そうすると利上げで短期金利は上がるけど長期金利は上がらないとすると、まあ専門用語で言うとイールドカーブがフラットニングですね。これってやっぱ銀行にとってマイナスなんですよ。銀行はこの
イールドカーブがスティープニング化して、利ざやが稼げるように、長短のスプレッドがつかないとも分かんないんですよ。そうすると、さっき言ったように、ドイツはもう長期金利がもうマイナスに沈む。で、むしろ逆ざやだと。逆ざやになってる。アメリカもこの先のことを考えれば、短期金利は上がるけど、長期金利はそんな上がらない。そう考えると、日本の銀行だけなんですね、環境がいいのは。日本は一時10年債で 0.2 を割るとこまで行きましたけども、その後あんま下がらなかった。下がってないですね。だからそうするとですね、これあといつかは上がるしかないんですね。もう黒田さんなんかそんな発言してますもんね、昨日あたりね。そう考えて、じゃあ日本の政策金利をアメリカみたいに利上げに持っていけるかって、こんなのは先の先の話じゃないですか。そうすると、この長短のスプレッドが開く、つまり金融機関にとって一番いい環境が見込めるっていうのは、日本の銀行なんですよ、実は。やっと解明されましたね。なぜ日本の銀行がこんなに強いんだと、いろんな意見がありましたけどね。逆にメーカー、自動車や機械はドイツに持ってかれちゃってるけど、金融株はですね、逆に向こうから日本のメガバンクにシフトが続いてるということだと思いますね。大変ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではここでお知らせです。クリック365為替情報の協賛会社である東京金融取引所からのお知らせです。東京金融取引所に上場している取引所 FX クリック365に新たな通貨ペアトルコリラ日本円が5月11日に上場します。トルコの政策金利は 7.5% と高い金利水準であることから、 FX 取引の魅力でもあるスワップポイントが多通貨ペアよりも相対的に高くなることが予想されます。東京 MX でご覧の方はデータ画面左下の広告バナーをクリックしていただきますと、商品概要を掲載しています。ぜひともご参考にしてください。よろしくお願いいたします。以上クリック365為替情報のコーナーでした。